はい、ヒルビル放送局、今日のアウトプット。今日はですね、失礼、マコネーです。LGBTQ の Q、クイアのマコネーです。今日もマコネーと一緒にダイエットの勉強をしていきましょう。今日はですね、そう、ついに40回目を迎えて、そう、テキスト2じゃなくてテキスト1の、日本ダイエット健康協会の生活アドバイザー相当の2級テキスト最後の日になります。はい。今日も運動とダイエットの法則について勉強していきましょう。今日のね、問題の最後は、本当、あ、このテキスト、この協会はこれが言いたいんだなってことをしみじみと分かってもらえるんじゃないかなと思うような内容になってます。ぜひ、最後までお聞きください。このポッドキャストでは、日本ダイエット健康協会の公認インストラクターを目指しているマコネーが、普段ね、勉強しているテキストをもとに、皆さんに内容をシェアすることを目的として配信しています。このテキストは、各章ごとに問題が出されていて、その問題を答えながら内容を、学び深めていくっていうものになってます。はい。まあ、私はね、私もなんですが、まあ、本、テキスト読んだぐらい、書いたぐらいじゃなかなか覚えられないので、アウトプットという形で、皆さんに伝えると同時に私も学ぶということを、今回は、やってます。はい。そんなわけで、今日の問題は、こちらです。今日の問題は、若い時に無理なダイエットをすると、年齢を重ねてから骨粗鬆症になりやすい。まあ、YouTube でご覧の方は、え、無理、な、なが抜けてるでしょって言われそうですが、その通りです。すいません。なが抜けてました。はい。そのまま行きましょう。そう。まあ、そんなわけで、若い時に無理なダイエットをすると、年を重ねてから骨粗鬆症になりやすい。イエスかノーか。さあ、今日のテーマは、今日ね、2級最後の、今日のテーマはこちらです。あら、ここも間違ってね。無理なダイエットが起こす弊害。あら、これはさすがにちょっとやばいかな。そう。作り直します。そこだけ。はい。でも、作り直す前の音声をそのまま使うので、皆さんが見てるときは、もう作り直した後だと思います。はい。今は間違ってるのをそのまま音声で撮っておこうと思います。理由は簡単。なんか面白いから。はい。そんなわけで本題に行きましょう。では、無理なダイエットとはどんなダイエットを指すか。無理なダイエットとは、つまり栄養摂取が不十分なダイエットを言います。はい。まあね、体を作ってるのは食べ物なので、しっかり栄養を取らないことには代謝もしないし、脂肪も落ちないし、結局、無理してね、食べずに一生懸命頑張ったって、ただ体からね、水分が抜けていくだけと。それが本当のダイエットなんですか？それが本当に健康につながるんですかって言ったらそういうわけではありません。まあ、そんなわけで無理なダイエットをやるとどんなことが起こるかっていうのをこれから学んでいくんですが、まずは若年期に極端な食事制限をした場合、どんなことが起こるか見ていきましょう。はい、若年期にね、極端な食事制限をした場合、こんなことが起こるってことを、まあ一例を挙げています。はい。まあね、まあ、ダイエット、食事制限をした結果、まあいろんな栄養素が足りなくなって、いろんな弊害が起こります。はい。ですがまあね、ここではカルシウム、マグネシウム、ビタミン D などのね、骨の形成に必要な栄養素が不足した場合、どうなるかっていうことが書いてあります。そうするとですね、もちろん、適正な、カルシウムを、てか、骨を作るものを、取ってないわけですから、脆い骨格のまま成長してしまいます。結果ね、年取ってから、骨粗鬆症になりやすい。まあ、これは困りますよね、ほんと。そう、若いうちは分かりづらいけども、まあ、年を取ってから困る。うん。まあね、まあ、ありがちな、問題ですよね。はい。まあ、ぜひね、まあね、年頃というか、まあね、若年期と言わず、
まあね、まだ10代の頃はね、20代過ぎでした。10代の頃はなるべくねしっかり栄養をとって、はい、適切な栄養をとって成長できるように周りが気をつけて買ってあげる必要があるんじゃないかなと思っています。はい、次はね、極端な食事制限の弊害、他のパターンを見ていきましょう。まあ、ここではね、若年期というほど極端にってことはないんですが、まあ、若年期に限らず、極端な食事制限をした結果の弊害として、2つ例を挙げてます。1つは、皮膚細胞が増殖、修復できない。要するにね、極端な食事制限をした結果、皮膚細胞が増殖、修復できない。筋肉のね、萎縮と体内の水分の低下によって、皮膚のたるみ、シワ、シミの原因になる。私ね、16時間ダイエットを始めてから、あと3週間ぐらいした頃から、左だかな、右がちょっとね、目の下がちょっとシミじゃなくてシワっぽいんですよね。今までそんなのなかったのって、もしかしたら栄養不足かなって思ってるんです。はい、まあ、これを見るとそうかもしれないなって思ってます。はい。ただ何の栄養が足りてないかがね、いまいちよくわかんないよね。栄養は取れてる気がするんだけどなと思ってるんだけど、ただ私の場合、動物性タンパク質がちょっと足りてないのかもしれないななんて思ってます。はい。で、食事制限の弊害二つ目は、体の免疫機能が低下し、感染症や肌荒れを招く。いや、これも困りますね。感染症、まあね、まあ世の中の空気的にはコロナはちょっと落ち着いたかなっていう感じなんでしょうかね。まあちょっと違う地域はわかんないんですけど、新潟県の長岡市は、まあ、未だに外を出るときは、完全マスクの人が圧倒的に多いです。はい。閉鎖されてね、お店とかに入るときは、まあ、ほぼ 100% みんなマスクしてますね。はい。まあ、コロナが本当にこのまま、収束するかどうかはわかりませんけども、まあ、これってもう多分、これからずっと、これが一般的になるんじゃないかな、なんて思ってます。ちょっと余談になりましたが、まあ、そういう意味でもね、まあ、免疫力の低下って、まあ、ちょっと困りますよね。はい。しかも、肌荒れ、もっと困ります。はい。さらにね、精神状態を安定させるビタミン B1 がね、不足したりすると、まあ、精神的には不安定にもなってしまうので、まあ、体、ほんとね、食べ物の栄養素って、もう、心から体まで全部それでできてるので、本当栄養バランスよく食べることがいかに重要かっていうことを皆さんしっかり、ここで気に留めていただきたいと思っています。では今日の問題を振り返ると。若い時に無理なダイエットをすると、年を重ねてから骨粗鬆症になりやすい。イエスかノーか。これはね、イエスですね。はい。そう。まあ、年齢に関係なく無理なダイエットをし、栄養素をね、が不足なる、してしまうと、いろんな弊害が起こってしまいます。痩せるよりも、そっち、弊害が起こった方がよっぽど恐ろしいと思いませんか？はい。まあ、太らないように、気をつけるのはもちろん重要なんです。はい。まあ、何よりもね、太ってしまったら、まあ、痩せる必要があるんですけども、痩せるのはやっぱり大変。太らないような健康、太らないような食生活をするのが、やっぱり一番ベストよ。うん。まあ、このテキストの、2級相当の問題集は、まあ、ここで終わりになるんですが、ここから先は、こういった内容になっていきます。まあね、決まってるわけじゃないんですけども、第2期としました。なので、今までが第1期ってことですね。はい。第1期の第1章は、ダイエットと栄養素応用編ということで、さらにダイエットと栄養素の深い話になっていくんですが、まあ日常生活の中に、自分、ダイエットっていうことをしっかり認識して生活する上で必要な知識っ
ということであれば今日までの分だけで十分な気がします。はい、誰かにねダイエットをお話しする、ダイエットについて、自分の持ってる知識を持ってアドバイスするってことになったら第2期の話も、非常に重要です。はい、そこが知らないとこのなんでこうなるのかということのその細かいところが説明できない。うん、だから第2期の内容も非常に重要な内容ですが、まあ自分一人ダイエットで間違ったダイエットをして、健康を害さないためで健康的に体を、健康的な体を、ダイエットを通して手に入れるためっていう自分の個人の、まあ、範囲だったら今日までの分だけで十分じゃないかなと思ってます。はい、まあとはいえ明日からもまた聞いてください。明日からはね、一生一生の中で、問題があるわけじゃないので、もしかしたらポンポンポンって、進みが早いかも。うん。そう。まあ、そういうわけでですね、明日の演目じゃないけど、明日のね、内容はこういう風になってます。はい。ナンバーワン、PFC バランスとは、PFC バランスっていうのも、私はこの勉強するまでは全然知らなかったんですけども、PFC バランスっていうのは、プロテイン、タンパク質、脂質、糖質のバランスとは、ね。そう、どれが、ちょっと順番間違ってるかもしれないけど、要するに、三大栄養素のバランスってことよ。そう。まあ、そういった内容なんかを、次回、第2期第1章の第1番としてやっていきます。そんなわけで、まあ、多少ね、難しい内容になっていきますが、皆さんも一緒に、私と一緒に学んでいきましょう。そんなわけで、また明日から新たにスタートです。ぜひ皆さんと一緒に最後まで、走り抜けて、いい結果に結びつけたいと思っています。ではまた明日。皆さん、いつも通りお昼の12時に配信しますので、よろしくお願いします。まこねでした。バイバイ。